いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2015年モデル、AMG GLA45 Edition 1をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントバンパー右側に下すりがあり、ボンネットに小さな飛び石がございます。また、アルミホイル3本にガリ傷があり、運転席と助手席のドアのエジの部分に傷がございます。 合わせてリアバンパーに傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約7000キロと非常に低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はカルサイトホワイト、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。こちらの GLA-45 エディション1は国内限定300台と大変希少なモデルでございます。数多くの専用装備が施され、デザイン性に長けたモデルです。 なおかつ、レーダーセーフティパッケージが装備されておりますので、安全性能も非常に充実しております。専用のフロントグリル、フロントバンパーに加え、ヘッドライトには LED ドライビングライト付き、キセノンヘッドライトが採用されておりますので、デザイン性、視認性ともに優れております。エンジンスペックに関しましては、2リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され、最高出力は360馬力を誇ります。 7速の AMG スピードシフトが組み合わされておりますので、十分な走行性能をお楽しみいただけます。アルミホイルはエディション1専用、ブラックペイントが施された20インチのアルミホイルが装備されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトは LED が採用されております。専用の大型リアスポイラーに加え、マフラーは4本出しのマフラーが装備されておりますので、 リアも非常に迫力を感じられます。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが備わっておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体、十分な容量を確保しており、さらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。また全体的に使用感もなく、綺麗な状態を保っております。続きましてインテリア、ご紹介させていただきます。シートはエディション1専用の AMG パフォーーマンスシートが採用されております運転席、助手席ともに目立った使用感はなくきれいな状態を保っております。ステアリングも AMG パフォーマンスステアリングが採用されております。パドルシフトが備わっておりますので自由自在に変速をお楽しみいただけます。またディストロニックプラスが装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正。 ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラも装備されております。フロント両席標準でシートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけます。シフトレバーは専用の e セレクトのシフトレバーが採用されております。走行モードに関しましては、コンフォート、スポーツ、マニュアルモード3段階で切り替えが可能です。 続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく綺麗な状態を保っております。スペースも十分に確保されておりますので成人男性の方でもゆったりとドライブをお楽しみいただけます。また気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いといたしませんのでご安心いただければと思います。では今回は2015年モデル AMG GLA-45 Edition 1をご紹介させていただきました。走行距離約7000キロと非常に低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。圧倒的なパフォーマンスを発揮する GLA-45 でございます。こちらは Edition 1でございますので、数多くの専用装備が施され、非常にスポーティーに仕上がっております。さらに、レーダーセーフティパッケージも装備されておりますので、 安全性能も非常に充実しております。国内限定わずか300台と大変希少なモデルでございますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。